Hey guys, it's Yuta. So, I made videos where we asked young Japanese people what anime they liked. But I haven't asked Japanese elders yet. So I made this video. Check this out! Anime を見ることありますか? いやー、あんまり見ないんですけどね。あ、なるほど。すいません。いやいや、見たことのあるアニメみたいなのありますか? もうずいぶん昔、若い頃はね、時々見たけど、名前忘れました。知っているアニメとか、聞いたことがあるアニメあれば教えていただきたいんですけど、うん、思い出せないわ。わかりました、うん、好きなアニメ教えていただけますか。うん、子供もいないし、はい、するから分かりませんね。アニメを見ることはありますか。サザエさん。どんなところが好きですか。昔から変わらないところですかね。スマホ持ってないところとか。ちょうどこう家族が揃ってご飯食べる時間にちょうど見れるんで。アニメね、見ないですね。見たことのあるアニメ。あたしんち。家族をテーマにした、まあ一般家庭ですけど、ちょっとした話題をまあ面白く、まあ、展開してくれる感じですかね。面白かったですけどね、まあ、大人もまあ見てて笑えるような。ワンピースとかも映画の方は何本か見ましたけどね。テレビのやつはあんまり見てないんですよ。あ、そうなんですか。だからその DVD とか、はいはいはい、そういうのはちょっと見たことあって、結構ね、大人でも楽しめるいいアニメを思いますけどね。アニメを見ることはありますか。はい、たまにはね。たまには。宮崎駿のシリーズとか、ルパン三世とかも面白いですね。カリオストロの城ぐらいしか覚えてない。昔のやつやな。その人物のそれぞれの設定が面白いな。アニメを見ることはありますか。見えへんな。あ、私全くない。見たことあるもんがないわな。花雪を見た。雪のあれやろ、氷の国の話やろ。まあなかなかようできたのね。立体的で、今までの大体 平面的やんか。孫がちょっと見てますね。はい、一緒に見ることあります。トトロとかね、そういうあの宮崎駿さんの夢の世界っていうの、現実と離れたところが、はい、いいなと思います。アニメは忍者。見たことのあるアニメを教えてください。サザエさんぐらいかな。楽しい家族やなとは思います。アニメを見ることはありますか。もうないですわ。わー、強いて言うたら鉄腕アトムとかね、鉄人28号とか、子供の頃ね。まあ今から考えたらチャッチーけど、いや、 やっぱり初めてのアニメやったからね。だからそういうのをテレビで見れるっていうのがすごい嬉しかったし。アニメを見ることってありますか。あんまりないですね。今まで見たことあるアニメとかって。ガンダムとかじゃないですか、やっぱり。うん、初代ガンダム。その時流行ったガンプラとかね、そんなこう作ったりとかしてやってましたけどね。はい、アニメってなんかどういったところで見たり。あ、もういいえ、あんまり外で見ることはあんまりないです。アニメを見ることってありますか。いや、ほとんどないです。じゃあ今まで見たことあるアニメってありますか。北斗の拳。あの頃はまだ少年ジャンプとか読んでたから、お前はもう死んでるとかっていうなんかセリフで、そこのノリで見てますけどね。子供がちっちゃい時はポケモンとかね、あんな一緒に見さされてましたけど。アニメを見ることはありますか。ありません。小さい頃ならセーラームーンとかで、ヒロインが強いんですよね、あれで。ヒーロー、男の人いるんですけど、めっちゃ弱くってそれ面白いなと思いながら見てます。アニメを見たことありますか。はい、あります、はい。なんか好きなアニメとかってありますか。アタシンチとかですかね。いや、なんかこうほのぼのとしてていいなと。あんまりそんなに見る方ではないんですけど、はい。普通になんかクレヨンしんちゃんとかはまあ見てましたね、はい。子供の見るまあアニメの内容ではないなって思いながら見てました、はい。アニメを見ることってありますか。孫がいてるからね、孫について。プリキュア、何言うのあれ、女の子のプリキュア。そうそうそう。あれはこやこやって名前言うてくれんねんけど、私覚えられんねん。私らの時の衣装と全然違う。髪の毛の色、私らにしたらな。うん、そうですよね。紫なんて考えられへん。黒と茶色ね、ようやって茶色。サザエさんもあれアニメになるんですか。そうです、そうです。あれば懐かしいから、たまに日曜日に
見ることあります、はい、なんか昔のね昭和の時代の家庭をずっと同じような感じで描いてあるのがなんか懐かしくてね、昔あんなやったなあいうのが、これでポケモン GO でやってるからそっちの方やってますから、はい、だけどそれのためにアニメは見ないですけどね、はい、嫁はんと二人でそんな見てたらおかしいもんアニメを見ることってありますか？ありますね、私自身も好きなんで、はい、コナン君とかが好きですね。探偵もんで大人でも見て推理できるのが面白いですね。漫画の本も読みますね。子供が小さい時はプリキュアとかで見てましたね、一緒に、はい。たまたま見たのがこの間映画館で天気の子、映像が綺麗という噂を聞いたからです。噂で、なんか良さそうって。普段アニメ見ないんで、あ、こんな感じなんかな。サザエさんはずっと子供の頃から、でもあれってアニメ、フグ田マスオさんお父さんとの絡み、サザエさん大好き、アニメを見ることはありますか？うん、ほとんどないですね。少しはあります。サザエさんとか、マルコちゃんとか、ほのぼのとした感じがいいので、まあね、昭和的な感じやからね、面白いですね。もうちょっと時代、今の時代とはちょっとだいぶ違いますね。なんかよくテレビとかでディズニーの映画とかジブリの映画とかやってる時もあると思うんですよ。そういうのもあんまり見ない。映画は映画館に行ってみます。アナと雪の女王、あ、見に行きました。もう一緒に行かれたんです。よくわからなかったです。好きなアニメ一つあって、それがね、大忘れてしまった幻想的なねアニメでした。小さい小人みたいな、その子らがいっぱい出てきて、なんか森の中で遊ぶような、例えばサザエさんとかドラえもんとかちびまる子ちゃんとか、そんなの見ないんです。友達の家でね、ちびまる子ちゃんを見る人がいてね、そこでは見たことあるけどね、私あの子嫌いやねなんか知らんけどね、こまちゃくれて。アニメを見ることはありますか？はい、まあ、普通にチャンネル変えたらやってたやつぐらいで。そのこれが好きで見るとか、あ、じゃなくて、そうなんですね、あのケーブルテレビの方で。あ、なるほどなるほど、うん、アニメチャンネルみたいなで見てて、なんとなく見てて、そのままついでになんかヤマトがやってたか、ヤマト見てたかな。ストーリー知ってるから昔のやつ とあのリメイク、今のやつとよ。どっちを見られたんですか？あ、両方、内容はほぼ一緒やから、昔の方がちょっとぼやけてるよね、だから、まあ、多分あれ内容知らんかったら見てへんけど、この時だったらジャンプに乗ってるような、とか北斗の拳やらなんやかんや、まあ、見て楽しんでたけど、今はやっぱりこの年でそれ見て楽しんでると、ジブリとかはあのテレビでやってたら、あ、ナウシカはなんか好きなんでやるたんびに。アニメを見ることはありますか？ないです。あんまりそういうのあんまり好きでないわ。漫画が大体嫌いやから。So this was pretty interesting to me because it turns out that Japanese elders watch anime much more than I thought. And some of them even watch the same anime as young people. By the way, Sazae-san is the longest running animated TV series in the world, and it has a Guinness World Record. So I think this shows that watching anime is very normal in Japan. And if you come to Japan, you can even talk about anime with elders if you speak Japanese, because most of them don't speak English. So, if you want to learn Japanese with me, I can teach you the kind of Japanese that Japanese people today actually speak, because it can be different from the kind of Japanese that textbooks teach you, which can be outdated and unnatural. So, click the link and subscribe to my email group, Japanese with Yuta. Alright, see you guys soon! Ciao, ciao!